皆さんこんにちは。3分で科学に関するトピックを紹介する3ミニッツケミストリー。本日はクロスカップリング反応についてご紹介いたします。さて、クロスカップリング反応とは、パラジウム触媒を用いて CC 結合や CNCO 結合を形成する反応です。CC 結合を作るということは、有機分子の基本骨格を作るということですので、 あらゆるる分子を作る有機合成化学において最も重要な反応と言えるでしょう重要な反応であるがゆえに多くの手法が開発されています。以下に代表的なクロスカップリング反応のいくつかを挙げました。アリルハライドとボロン酸類によるスズキミアウラカップリング、有機亜鉛を使うネギシカップリング、アミン類とのカップリング、バックワールドハートウィグ反応などがあります。 これ以外にも様々な手法、適した触媒や肺位が開発されており、反応させる機質に合わせて最適な触媒と排位の選択が重要になります。そこでシグマ・アルロリッチでは、クロスカップリング反応の概要、テクニック、反応条件、選択性や事例などの関連情報を集約したクロスカップリング反応マニュアルを準備しております。 反応のセットアップや一般的なトラブルシューティングについてもまとめられておりますし気質ごとの反応条件の違い一例としてバックワールドアミノ化であれば一般的な反応条件と塩基センシティブな気質を用いる場合の反応条件の違いなども書かれており教科書的な使い方をしていただけるかと思いますもう一つ便利なカタログのご紹介です こちらのクロスカップリング反応のためのパラジウム触媒廃止ガイドは最新のバックワールドリガンダも含む製品リストで各反応での適合性チェックリストがついていますそれぞれの触媒が鈴木反応、ネギシ反応、ヘック反応などに適しているかどうかというリストですまたこのカタログには各触媒のフレッシュな状態での色味写真を掲載していますパラジウム触媒は 湿気や空気で失活し、褐色を帯びてくることがありますまだ使えるかどうか、色味で判断されている方もいらっしゃるのではないでしょうかその際の参照としてもご活用ください本日のス3ミニッけミストリーでは、有機合成の中でも最も代表的な反応クロスカップリング反応についてご紹介させていただきました最後までご覧いただき、誠にありがとうございました